J3 の話しろって言えば、ダイナル鳥取が今シーズンも安定の最下位で終わったっていうね。最下位で終わっちゃった。最下位ですよ。ほら見て、勝ち点21。かっこいい。我々のね、同志というかね。そうですね。宇田島、軍曹こと、はい、岡野さん。そうか、そうですか。グルージャよりも下ですか。もともと J2 を経験してたダイナルが、ね、ISCC よりも下ですか。ただやっぱ J3 はいいですね。最下位でも降格しないし、ね、今はね、しないですもんね。ラッキー。ちなみにね、あのガイナーレ鳥取もね、J2 時代に何回か降格じゃなくて最下位を経験してて、あ、そうだね。それは逆に言うとラッキーで、うんうん、降格しないんでね。あの降格しないレギュレーションを楽しんでるんだよね、鳥取はね。予告として言いますけど、未来予測ではあと2シーズン後ぐらいの予測言いますけど、はい、あと2シーズンもするとですね、 J3 と JFL、 こう、まあそうですね、まず18チームになります、偶数に戻ります、うん、そっからでしょうね。あの決定事項になりました。あ、そうなんですか。 J3 から JFL に降格する制度が始まります。でもそれは俺ないとダメだと思うんですよ ね、 ね、うん、それはつまり巡り合わせなんですよ、これも。うん、2017でね、よかったねっていうね。そういうことですよね、うん、どうせ YSCC とか降りてきて変わんねえじゃんっていう話。僕はね、ね、手前ミスですけど、お相撲大好きですよ。こんなんで鳥取が有名になって欲しくなかったから、ね、ダイナーレ鳥取で有名になれよ、もっとっていうぐらいね、はい、劇を飛ばしたいぐらいで、まあ、J3 最下位は鳥取だったんですけど、残念ですよ。早く栃木の話しましょうよ。優勝が外、外がよくおなじみの優勝、秋田。あ、ブラウブリッツ秋田、すごいね。初めてじゃない、リーグ優勝する。 JFL で優勝したことないでしょ。ない。多分初タイトルでしょ。初タイトル。栃木は取りこぼしただけやけどな。そうなの。やっぱもう見て、最後の3試合の成績、ずっと首位だったんだな。なんか鹿島アントラーズ的な本当だよ。星の並びですね。1個勝ちは優勝なんだよ。ずっと1個勝ち、4試合あれだったのね。引き分け、切れ味がないね。これは下降戦をたどってたっていうんですか。いや、最終節まで首位です。あ、じゃあ割と追いつかれて、はい、あの勝ち点差6とか8とかある時にも確かあったと思う。つまり鹿島アントラーズと状況が似てるんですか。はい。あ、じゃあ J3 界の鹿島アントラーズだということですよ。嬉しいっす。それは嬉しい。じゃあやっぱり秋口まではもうこれで昇格間違いないぞって思ってたんだね。間違いないとか、まあまあちょっと余裕ありましたね。そうでしたね。マジックいくつみたいな話しましたよ。まさか最終節までもつれると思わなかった。面白かったのはやっぱ足踏みして、いや面白かったですよ。あの沼津とやるんでしょ、最終節、うん、最後。そう、勝った方が優勝。3位じゃないですか、沼津も、うん、で勝ち点差1差っていう、この、いや、そうなんですよ。このなんか勝った方が優勝だから秋田にしたらもうごっつぁんですよ。引き分けたんだから最後僕らが。すごいね、このさ、 J3 の 1,2,3 ってさ、勝ち点61、60、59でしょ。だからこれ栃木と秋田、沼津の3スクリの、うんうん、最終節によって全部ワンツースリーが全部変わる。そうそうそう、そうなんですよね。可能性があったんでしょ。そうです。栃木は条件的に引き分ければよかったんでしょ。そう、引き分ければ2位で決まり、ね、まあ、結果そうなったんですけど、勝ちは優勝、負けたら3位っていうね、非常に面白かったんです。それを柱の陰から栃木だけ死ねって思って見てたのが群馬なんです。雑爆さ、栃木が3位だったら降格しないでよかったんですか。ああ、そうか。でも J2、J3 の入れ替えなしって初じゃない、できてからね。危ない、阻止できます、阻止できました。で、不思議なもんでさ、ここにさ、ブラウブリッツ秋田ってさ、昇格しないチーム、いわゆる優勝しても昇格しないチームがここに紛れ込んでることが、カオスを生み出してるところが、この J3 の面白いところなんです。アスルクラロもそうですよ。J2 クラブでも、J1 ライセンスがない J2 クラブがさ、3位になってもプレーオフ出れないみたいな実例は過去あったんだけど、あ、そうですね、J3 で優勝したのにライセンスないっていう、この、うん、でもそれはもう動かざるを得ないよ、ね、い秋田の街は。ズバッと言いますけど、どんだけ J3 どん詰まってんだって思っちゃった、うんうん、普通栃木か長野か、うん、富山か北九州が、うん、鳥取か、まあ、ガイナーレもね、まあ、鳥取さんはちょっと最近近年あれなんで
その4チームが1、2、3、4どこだなんていうのが、そうですね、確かに見たいところですね。どうなのみたいな。いやーここもやっぱり戦国リーグなんてあるしね。 J3 ってある種 J3 よりもっと魔境っていうか、わけわかんないですよ。ドングリーグドングリーグこう最新のだから結局失点少ないチームが勝ってるんですよね。栃木なんか一番失点少ないでしょ、うん、24、うん、結局この戦い方が2位に安定滑り込む、得点44なんて2位のチームの得点じゃないでしょ、うん、これ見たら、ね、50取ってるね、藤枝とか。いや僕ね、はい、パッとカタール富山が注目したんですけど、はい、ラスト5試合で1分け4敗なんですけど、何してこれ5連勝してたら昇格じゃんみたいな。あそうだね、これ15足したらケツ狂って上がってきてるところで言うと、もうガンバの23とかもうケツほとんど勝ってるんですよ5試合、はい、まあまあ白です、うん、宮本僕は年間通して見てたんですけど、宮本監督が作ってきた23はどんどん面白くなってきたし、東京も23もね後半ぐんぐん面白くなって、東京はアンマさんでしたっけ監督、中村、中村さん、中村太郎さん、うん、ミニアさん、すげえミニアが監督、そうなんですよ。いやそれでね、このラスト5試合の星取り見た時に、うんうん、星取りって相撲じゃねえっつってたの金賞だけに相模原も後輩いいんですよ、うん、この富山だけがガタガタガタって落ちてるんですけど、長野だって一応取ってるんじゃないですか、うん、最後は。そうですね、いや でも取っても追いつけないじゃないですか、北九州も全部多分3勝2分けでも追いつかないから、北九州が9位ってちょっとにわかに信じられない。そうそう、え、水野君いるんで、いるいるでしょ、いたけど、だから割と J2 から落ちた組がもう何だろう、この沈みっぷりがね、うん、そうですね、で秋田が、秋田とアスルクラロっていうね、アスルクラロなんてそう入ってきたとこ、水野さんって1年目ですよ。いや本当ですよ、新人さんっすよ。いやだって優勝でした、あわや優勝でしたよ、うん、最終節で、うん、もしかしたら1位になってた可能性あるでしょ。栃木のあの最後のゴールなかったら1位ですよ。いやどんだけこのドングリーズか、ジェイソンわけわかんないな。ドングリーズのその誰がドングリーズ？ドングリーズ誰がドアマグリぐらいにしよう。アマグリ、まあアマグリーズの、まあ甘いんだけど、このいい意味でね、スイーツもね。この人たちのそのこのモチベーションの、はい、そのやっぱりメンタリティのこのバラバラどうっていうのが うん、ね、やっぱり三部なんですよ。うん、そうですね。うんうんうん、あのやっぱり J1 ってある人ない人、そしてアンダーチームも含めね。このここのカオスをやっぱりちょっと楽しめないと J3 って面白くないんだよね。いらっしゃる方はそれを肝に銘じてね。うん、いやあの本当に僕も J3 年間見て思ったのは、2年見て思ったのはやっぱその。あの口ゆくベテランの粘りそしてこれからの若手そして、決して一流ではなかったけども諦めきれない若者たちのあがき、そこがポジションを割り合って、あの戦う姿、プライド維持、そしてエリート意識、人生模様が出ちゃう理由なの。そうなの、そうなの、まさに口ゆくベテランの粘り、諦めきれないわ。メディア関係者が聞いてたらぜひお願いしたいのは、うん、オフになるとプロ野球の戦力外通告みたいなよく言われるけど、絶対 J3 の選手たちの男の生き様こそコンテンツだよっていう。いやそうだね、この交差点ぶり本当だ。いや本当そうだ、だってそのさ2人がパス交換してゴールにつながったりするわけですよね、うん、その美しさもあるし、なんでしょうね、もう俺今シーズンここでもう俺終わりにしたいと思って決意を固める35歳みたいなのがいるんですよ、うん、そうなんですよ。プロフィールとか見ると面白いな、本当にもうユニバーの代表とかもエリートで、でもカオスだから19歳も入ってるみたいな。いやそうなんですよね、だからもう19歳の頃はそいつもエリートで世代別代表でやって、でも J2 のチームから、ね、出れない時が続いて J1 にも行ったりするけど1試合も出れなくて結局 J3 に今来てやってレギュラーで張ってるやってるけど、10年前の自分みたいなやつと対峙するわけですよね、ディフェンダーとして、ね、だからお前だってこのままやすやすと
未来掴めると思うなよっていうディフェンスを感じるんですよ、空中戦に。かっこいい空中戦に。今お前が向き合ってるものは10年後のお前だぞみたいな感じでしょ。そうなの、そうなの、そう、わもう本当そういう悲哀がね、しびれるよね、スタジアムだよね。よく言うと、そこの深みが分かれば J3 ってすごい面白い。めちゃめちゃ面白い。演歌ですよ、演歌、演歌、カントリーミュージック。 J3 こそ日本があるんじゃない。なにわ節、なにわ節、あと方眼びいき、日本人が好きな要素がね詰まってますよ。入ってるかもしれない、うん、ほんと。あとはそのさ、1個だけしかストロングポイントがない選手、うん、そうですね、あの世代別代表にはそれで呼ばれてた。でもプロのレベルになって何十試合戦うリーグ戦では J1、J2 には呼ばれなかったとかっていう、その超人歩くみたいなやつがたまにいるわけですよね。不器用番長ね、不器用番長、ドリブル番長、ヘディング番長。だから子供みたいなプレーたまに見れるんですよね。右サイドで4回こねたりとか、絶対子供どころ怒られるやつ。はい、だから一芸に入れてるっていうタイプがあって、190センチあるけどとか。そうなんですよ。そうね、あのちょっとあのリーグは変わっちゃったけど、一昔前の JFL はこの状態だったから。なるほど、うん、本田六にモチベーションのルツボですね。そう、本田六にいた、そのそれこそあのベルディ川崎から PK を取った下木屋選手っていうのはドリブル番長なんです。ドリブルしかできないんです、はいはい、ドリブルで豊昇高校からアルゼンチンのエスティディディアンテスに行ったんですよ。すごいね、すごいね。セバスチャン・ベローンがいるあのエスティディアンテス、エスティディディアンテスに行って、ベローンがいるところにいたので戻ってきて、こいつはすげえからやべえからって言って、確かにドリブルはやべえって思ったけど他がなかったんだよ。面白いね、なんか岡田武史さんも岡野さんに対して同じようなこと言ってました、ね、あいつは裏にやったら走らせるだけで18人目に。でもなんか見る方からすると漫画的ですごく見やすいよね、あのいろんなアジリティ含めバランスのいい選手よりも、実は素人にとって見やすい選手って、あのね、一元客がね、一発で好きになるタイプって大事なんですよ。あ、なんだっけ、あのイングラン、ストークシティのノッポのやつ、なんだっけ、あれ、あーバーディー、バーディーじゃない、あいつ、あのクラウチ、クラウチね、あれ、あいつ嫌いなやついないじゃないですか。クラウチもやっぱあのね、ベルギーのでっかいやつ、アフロのなんだっけ、全然出てこない、クライニとか、ね、嫌いなやついないじゃないですか、やっぱり、ね、分かりやすさと、分かりやすさとね、特徴が出てる、うん、だから、これもなんか一か八か感があるんですよ。うん、そうですね、まあ、いつだったか、多分今シーズンの春先に僕ちょっと JFL なんですけど、浦安と今治の試合見たときに、岡田さんがまだベンチに入ってない時だったんだけど、3人目の交代枠ででっかい身長の高いブラジル人を3人目で投入したんだけど、全然放り込みしないっていう今治の戦術で、彼は何のために入ったんだろうみたいな、その残念みたいな。だから一元にとってはパッと見覚えやすいし、 その子が輝くプレーだけを15分見せてくれれば、確かに確かに、次また来たくなる理由になるのに。そうだよね、それが JFL とか J3 にはてんこ盛りです、うん、どのチームにもそういう選手ですよね。あとそれがアンダー23とごめんなさいね、組みする時の感じいいね、もうあの若い時はいろんな栄光もあった、でもね、そういう選手がさ、今もう本当になんかもうチンピラみたいな茶髪になってるいるでしょ、あの強肩ディフェンダーみたいな、それがさ、そのエリートやっぱひょいひょいかわしていくわけですよ、個人技あるから。で力も抜けてる、なんていうのかな、このテクニックがあって力抜けてるやつにしか出せないなんかふわっとしたオーラあるじゃないですか、ね、やっぱそれをまとって全然違うんですよね、サメ君的な感じでしょ。だからね、そういう11人じゃないですか、アンダーチームの彼らって。それひょいひょいエリートだからね、ね、でしかも練習試合だぐらいに思ってるとこもちょっとあるよね。各クラブから派遣されて調整しに行ってるわけですよね。そこの中でそこにガツガツ当たってくおじさん、不骨なね。あとはそのクラブから弾き出された同世代のやつ、負け負けんでっていうね、なんかそこに自分重ねる人間の方が絶対多いはずなんですよね。そうなんだよ ね、J3 には人生があるね。そうなのよ、そうなのよ、そうなのよ、そうなのよ。それがライト君が2年間で学んだ、そうなんですよ、ね、まずね、栃木 C の2年シーズンで、はい、まさに学んだことでしょ、はい、でも我々こそがそういう指南解説を加えて、はい、新しくついてくるファンに見方をとにかく伝えないといけないと思ってる、はいはいはい、つまり3部だからダメとかじゃなくて、うん、いや
お前らはラッキーだと。そうなんです。そういうサイドストーリーを重ね合わせてみれば、お前見てる君たちの人生こそが豊かになれるリーグなんだから、むしろ勝ち負けじゃねえっつって、ね、ストーリーを本当そうだと思う。だから僕がね、20年前にイングランドのレイトンで、そのレイトンのサポーターが、あいつな、うちにいる選手じゃねえんだよってしみじみ言うの。あいつはね、絶対代表になれんだよ、うんうん、なんでうちでプレーしてんのかなって言いながら、うんうん、愛おしそうにその下手側のそのプロセスを言うわけよ。味っすね。僕は J3 で特にまだライセンスも取れてないような、うん、J2 ライセンスが取れないクラブが多い理由だから、はいはいはい、そこのスタジアムに通ってるファンに期待したいというか、これからの指南としては、うん、このクラブの集まってる選手をどういう目線で見て楽しめばいいかを解説してあげてほしい。昇格がない中でどう楽しむかと、来た人に、うん、そう、なんでかというと、これあの例えば長野だったら今見延さんが GM やってるし、GM とか監督はみんな J2、J1 経験してる人やってるんですよ、やってるんですよ。だから目利きは正しくやってるんですよ。まあそうか、そうね。で、はっきり言いますけど、 J1 にも J2 にも引っかかってないから J3 来てるんですよ、はいはいはい、選手も。そうですね。だからもうここで通用しなかったら、あとやめるとか、そのコーチとか指導者になるか職業を変えるしかねえっていう、まさに瀬戸際ですよ。そうですね、土俵際。そうですね、うん、もう春馬富士みたいな相撲好きやわこの人相撲好きやらば相撲のことだけど、 GM たちが言ってるんですよ、はい、うちのチームに来いって言う時に、ここがラストチャンスだと思えってみんな言われてるんですよ、はい、だから自他ともに認めてるんですよ、みんな。俺はもうヘディングでしか勝負できない、いやそう、俺はもう左のサイドでしか勝負できないから、そこがたまんない、ここで価値を示さなきゃ、うん、もうプロを辞めてもいいっていうものを抱えて、うん、この30何試合やってることをスタンドにある君らこそがそれを語ってあげてほしい。いや素敵。今日初めて来たおばちゃんに、彼はねって、前はレッズユースにいてね、その後ここにいてね、そこでも試合 J2、J1 記録出場はゼロでって、エルグラメーカーとか見せてあげて、ほらゼロゼロでしょ、でも今我がチームにいるの、うん、出れなくてさ、ずっと地域リーグまで下がって、そうそうそう、自分のやれることを見出して J3 に戻ってきた人もいるわけですよね。そう、だからそういう取説的なものを噛み砕いて言えることこそが J3 や4部のサポーターの素晴らしいな使命、うん、だからあの、ね、ギラバンツにいる9番の水永翔真君はね、うん、角川のデルピエロって呼ばれてて、宮崎では無双だったんだけどね、あなただけですよ、ホンダロックでね、あのドアミラー のバリを取ってたのよっていう、細かすぎます、細かすぎます。で、あの一番ひどいあの塗装家のラックマンやってて、上半身が鍛えたから、ほらあの子は偉いでしょっていう説明をしてあげなきゃいけない。僕はやっぱりサッカーってこのシーズンはこのシーズンだけみたいな見方じゃなくって、その前後というか、つまり3シーズンから5シーズンぐらいをの流れを踏まえての感染術みたいなのをスタジアムの取説役として言ってほしいんですよ、はいはい、みんな一人一人生きてるから、彼らは18歳の頃天才小僧だったのみたいな、うん、僕ね佐野雄也が大好きだったのね、うん、清水商業出身、天才ですよ、晩年今丸安を踏まれ、僕は彼の人生をほぼリアルタイムに追いかけてるので、なるほど、感慨深いんですよ、マリアス戦とか見ると、うん、なるほどね、いや、あの小僧がここにいるのかと、本当そう、なんかね、顔、その経歴を知った上で、僕はもうタレントとか芸人さんとして見てるところもあるんですね、一人一人のオーラ、波動をね、そうすると J1 いて、若い頃代表で、がジェスでやってる、どういう思いでやってる、だからこういう表情になる、ただ光るところもある、でもここで我慢しながらやってる、点も取る、そういう、なんていうんですかね、なんかゆるさの中にピシッとした人間が入ってくるとかね、その辺も非常に演劇的だったりするし、ドラマチックですよね。そうだからやっぱりより細かい一人一人のドラマ、あのその彼らのキャリアをなるべく組んで、うん、あの今ちょっと佐野優の話したのは相模原にいたんですよ、数シーズン前、はい、そこから今丸安に移籍したんですけど、その監督があの人だったんですよ、今奈良の監督やってるサッカーさんだったんですよ。でパスサッカーだから佐野優也ハマるんだけど、監督変わるとなんで佐野優也がいるのに
ロングボール出してんだと。でファンはそれを分かってあげなきゃいけなくて、なるほど、そういう時はブーイングしろって僕が言いたいのは、だってそういうのやってボール触って何本の選手で裏にね、ディフェンスラインにボンって出したって今の佐野が走れるわけないだろうみたい な, なるほど、もう体ボロボロなんだからと。でも漫談家にギャグを求めるようなもんですよね。福岡君と佐野優也がいた中盤なんて瞬間的なファンタスティックになるのにパス出さないでどうするみたいな。なるほど。だからそれはそれぞれ福岡君がどこのクラブにいてどうだったとかそういう目線で、でも今ね分け合って J3 でいるのって、うんうんうん、だから見る価値がないんじゃないの、うんうん、こういう見方をするとこのリーグは面白いのって、なんか下手くその集めるとかって一般の人って思うと思うんですけど、いやサッカーって僕なんかちょっと思ったらポジションビジネスじゃないですか、うん、J1 だって何チーム20チーム22チームだっけしかなくて、J1 は18ですね、18か、うん、フォワードの位置なんてね、要は30個もないわけじゃないですか、30何個、しかも3枠だから戦術で考えてタイプ別で考えたら多分5個ぐらいしかないんじゃない、そしたら J3 のそのポジションって日本で何番目かって言ったらひょっとしたら30位に入ってる可能性あるわけじゃないですか、ってなったら一流の可能性だってあるわけですよね。一流のものを部分的には持ってたりするし、でその日本でその30番目にいろんなものが全日本、うん、オールジャパンで 30位っていったらものすごいことよ。そうですよね、うん、そうだからそういうふうに見てった方がいいと思うんですよね。なんかもういやだからね、両国で例えれば、ジェスリン選手なんか、重量の5枚目ぐらいで、関取ですよ。そうですよ、幕内ですよ。幕内ですよ。幕内、幕内、そうなの、うん、そうなの。付き人つくんですよ。そうよ、そう、本当そうよ。他の、あれですよ。早くそういう時代になってほしいですね、そこがちゃんとリスペクトして、ね、だから、一人一人 の,、うん、そのどういうサッカー選手としての歩みが来たかっていうのを理解してあげないと、メーカーを見て、あんまり面白いって思ったことがなかったんですけど、うん、J3 はメーカー見てみた方が面白いな、うん、なんか J3 とか JFL の選手見ると温故知新なんで、そうなんですよ、うおこの子ここにいたんだみたいな、そうそう、だしドラマがあるし、ね、嬉しいみたいなね、 J1 J2 なんかもそのねエリートだからさ、そんな リア充なんですよ、要はね、すげえすげえすげえ、はい、すげえすげえ、 J3 にはなんか人間が根源から共感できる何かがありますよね。あのね、それのその対比の対比の妙で思ったのは、あのさっきワールドカップが決まったのに、ね、決まりましたもん、ね、決まりますね、対戦を決まったんですよ、もう先々週にしときたかったですね、この話ね、はいはいはい、決まりましたじゃないですか、してあのその FIFA ランキングと日本のサッカーの順位を比べてっていうオタクがいて、あのこう並べていたら、うん、ホンダロックがロシアだったんですよ。ロシアがフィファランク30位ぐらいだから、ね、もしも日本のサッカーが世界のサッカーだったら、そう、わ、その方面白いね。すごいでしょ。ホンダ、そうすると、あ、この組み合わせグループ A ちょっと発表していいですか。じゃあグループ A 発表します。グループ A のポット A は何でしたっけ。ロシア、はい、なんだっけ、ちょっとそれ見て、ちょっと対応させていきましょう、私発表します、ロシア、サウジ、エジプト、ウルグアイ、はい、これ最初からオチみたいになっちゃうんですけど、あ、これ F から、H から言っていこうか、言ってください、はい、グループ H はポーランド、セネガル、コロンビア、日本、それぞれ世界ランキングがあると思いますが、うん、これを日本のサッカーの上からにはめ込んだグループ H 発表していいですか、はい、じゃあ一つずつ言ってください、上からポーランドから、うん、ポーランドは横浜マリノス、私が言うからでもポーランド一番いいんだよ、はい、横浜 F マリノス、セネガル、水戸ホーリーホックス、コロンビア、 FC 東京、おお、日本、鹿児島ユナイテッド、よっなるほどね、来シーズンのタイガーはセゴドン、我らは鹿児島ユナイテッドとしての戦力で横浜 F マリノス FC 時はどっちかを潰さなきゃいけない、まあこれは次元流でチェストでね一発でコロンビアもこれは面白いじゃん、これ盛り上げ、これ面白いですね、これライブでやりましょうよ、これグループ G 発表してください、いきます、はい、ベルギー、はい、全部一回言ってベルギー、パナマ、チュニジア、イングランド、ね、いやビッグネームがそっち、じゃあベルギーからお願いします、はい、ベルギージュビロ磐田です、はい、パナマ、キラバンツ北九州ジェスですね、はい、チュニジア、横浜 FC です横浜 FC、 ジェス、イングランド、
北海道コンサドーレ札幌です。イングランドでも北海道コンサドーレなんだねって思うと、北海道コンサドーレの価値グッと上がるよね。これ天才ですね、これ作った人。札幌ドームでアルゼンチン対イングランドやった日のことを思い出しました、ね、やっぱイングランドといえば札幌ドームだな。これはだからあれですよね、で、あの地獄のちょっと待って、ちょっとね、これはだからあと面白いリーグどこですか、グループは。いや、全部言いましょう、これ。これでもイングランドが抜けるためにはジュビロ磐田と全部やる。 FF ドイツ、ドイツ、メキシコ、スウェーデン、韓国。あ、これは普通に考えたらドイツとスウェーデンですよね。発表しますね、はい、ドイツ、カシマアントラス、もうまあまあそうなる、はい、メヒコ、パンフォーレコーブ。マジか。マジっすか。マジか。マジか。これ評価高いな。これみんな楽しいね、これ。コーブファンも楽しい、はい、スウェーデン、徳島ボルティ。徳島ボルティ評価高いな。すげえ。へえ。で、韓国は？これ最高です。バンラーレ八戸。いやー。韓国はバンラーレ八戸の戦力で鹿島アントラーズを潰さなきゃいけないんです。バンフォーレをね。要はこの世界でいうと日韓戦でバンラーレと鹿児島ユナイテッドなんです。なるほど。ああ、そうか。なんか JFL 感がある。鹿島対八戸っていう。我々は世界でいうと JFL。JFL なんだ、アジアは。そうなんだね。じゃあ、チケツを戦ってんの、我々いつも。なるほど、なるほど。じゃあグループ E に行きましょう。 E はブラジル、スイス、コスタリカ、セルビア。なるほど。東ヨーロッパのセルビア、このきついよ。ブラジル、スイス、コスタリア、コスタリカ、はい、コスタリカとセルビア。なるほど。じゃあ上からお願いします、はい、ブラジル、川崎フロンター。まあそれはそう、まあまあそうだね。オペマチャンピオン、スイス、ベガルタ仙台。まあまあ、その彩りね。中南米のコスタリカ、アビスパ福岡。CB な、なるほどね。最後、東ヨーロッパの U、セルビア。マジでレノファ山口です。セルビア、レオノファ山口なんだ。意外だね。意外で、セルビアってスウェーデンより低いんだ。そうだね。アビスパとレノファだから国際試合を多くしていないっていうのも FIFA ランキングにはあるんだろうけど。あ、でもこれめっちゃ面白い。なんか距離感が分かるね。分かるわ。我々からしたら、あ、これ面白い。グループ D。D、はい、アルゼンチン、うん、アイスランド、これ初出場です、アイスランド、はい、クロアチア、ナイジェリア。これもきちいよ、このリーグも。はい、上からいきましょう。アルゼンチン、アルゼンチン、カシワレイソルです。まあまあそうです、ね、優勝経験もあるしね。アイスランド、名古屋グランパス。すごい。あ、まあ今ジェッツ、うん、まあまあまあちょっと長距離上はね。でクロアチア、あ、これなんかしっくりくるな。アルビレックス新潟。あ、新潟。お、そしてアフリカ、ナイジェリア。これね、僕ちょっとテンション上がって、栃木ですし。はあ、ちょっとこれ評価高いんじゃないですか。そうですよね、ナイジェリア、ナイジェリア的な。ナイジェリアが栃木市だ、今ナイジェリアだからあんまり高くないってこと。そういうことで、ナイジェリアもスーパーイーグルスもともと好きですから。ババンギだ、ババンギだ、オコチャ、カヌーみたいな、ウイレ世代です。懐かしいですね、98年のフランスはすごくのメンバーですね、今の。ババンギだ、ババンギだ、ババンギだ、ババンギだはね、ウイレ。僕はオコチャが好きでした。オコチャね、オコチャかのババンギだ。インテルになりました。じゃあナイジェリアが栃木 FC ってことは、来シーズン高須クリニックがスポンサーになってもいいですよね、栃木 FC にね。そういうことだ。高須、ね、会長お願いします。会長お願いします。お願いします。お願いします。でもそうか、ナイジェリア勝とうと思ったらレイソルとグランパス、アルビレックス勝てっこないな。いけんじゃないですか、勝てっこないな。いや僕ちょっと真面目に、でもこれ本当本当 D は真面目な話してるんですか、はいはいはい、僕アルゼンチン、ナイジェリアはアルゼンチンやっつけると思ってるんですよ。あ、前なんかありましたよね、ま、これ結構ワールドカップのたびによくあるマッチング。ミニッカの時も確かアルゼンチンとナイジェリア同組だったし。この D はでも下手したらここ日本入ったらね、なんか昔ありましたよね、アルゼンチン、クロアチア、うんうん、あ、本当だ。このフランスワールドカップの時はアルゼンチン、日本、クロアチア、ジャマイカ。ジャマイカ、そう、懐かしいね。でもこのアイスランドの初出場というのは割とみんなニュースになりましたね。あ、そうですか。あの人より、羊の方が多い国ですから、フェロー諸島でおなじみの僕らのアイスランドの情報は
れてあったんですよ。名古屋グランパスことアイスランド。だから意外なんですよ。アイスランドのあのなんだっけ、あの応援でしょ、あの違うあれとじゃなくて掛け声、ハンドスプリングスローをできる、それアイスランド、アイスランドだよね。そう、ハンドスプリングスロー。あれってまたルール的にいいんですか。なんか前転してからビョンって投げるやつ。昔高校サッカーでね、よくありましたよね。あれアイスランドの選手がやってどっかのね、キリンチャレンジカップなんかでやったんだ。そうそうそう、日本対アイスランドのすげえ飛ばしたわ。そうそう、あ、昔の話。いや4、5年前の、じゃあちょっと C 行きましょうか。グループ C、うん、フランス、うん、オーストラリア、豪州ですね、オーストラリア、はい、ペルー、デンマーク、はい、これは今の日本のサッカーヒエラルキーに当てはめます。順位と FIFA ランクに対応させますと、フランス、浦和レッズ、オーストラリア、ブラウンブリッツ秋田。意外に J3 チャンピオンなんだ。 J3 チャンピオン、そうね、はいはい、そうね、なるほど。アジア無双だからね。南米からペルー、ガンバ大阪です。意外っすね、ガンバになるんだ。そしてデンマーク、湘南ベルマーレ。いや、これも意外っすね。ペルーとデンマーク逆っぽいんですけど、なるほど。この C は面白いねって話になるね。そうですね。え、フランスがどこでしょ。レッツ、レッツ、あ、レッツね。でもガンバとレッツ一緒入ってる、ね、そうやって考えると、それでもオーストラリアでもブラウブリッツ秋田なんだね。そうなんですね。まあじゃあ謙虚に考えるときね。そうね、まあ、だからオーストラリア、フランスにインク守りしろってことですよね。うん、ちょっと、まあ、秋田さえレッツってことはそうだよ ね、 そ う、 うね、そうなるよね。あ、これ面白い。これもう年間にわたってこの順位は僕ら使っていきましょう。これは素晴らしい。 B、 B、 あと6名 B ですね。ポルトガル、スペイン、モロッコ、イラン。これは過酷なリーグですよ。ここがイラン入ってます。はい、死の組ですよね。死の組、じゃあ、まあ、はい、ポルトガル、セレッソ大阪です。おー、まあ、まあ、まあ、そうですよ。スペイン、サガントスです。サガントス、まあ、まあ、J1 のね、常連、まあ、そうか、順位対応させていただけますからね、はい。で、モロッコ、モロッコ、藤枝マイエラシ、グッと渋くなるね。この北アフリカとまさか J3 の藤枝が結びつくとは、ね、はい、なので、そして最後イラン、イランですよね。FC 町田ゼルビア。いやー、独立ですね。でも藤枝いるんだったら頑張れるかもしれない。頑張れるかもしれない。サガンぐらいだったよね。はあ、なるほど、ね、でも藤枝対もうゼルビアなんて、なんか俺らなんかもう J3 感プンプンする。モロッコ、モロッコイラン戦はどうしようか注目です。もう JFL 感のカードですよ。寝ていいやと思っちゃいけない。うん、誰もがね、ポルトガル、スペインに注目する裏カードを、はい、藤枝と町田がやってんだなと思って、はい、みんなで見ていきたいですよ、ね。そうですね、うん。こんなのさ、ポルトガルとスペインがドローで分けた日にはさ、うん、もっと面白くなるよ、モロッコ、イランはね。うん。ポルトガル、スペインとモロッコのイランの差が、サガンと藤枝の差に描かれているところが、日本のサッカーのギュッとしたところです、ね。差がない。まだワールドカップからね、半年以上前の時点で言っちゃいますけど、僕はモロッコがここを食うと思いますよ。あ、そうですか。ポルトガルかスペインはどっちかモロッコにやられると思います。本当？やっちゃうと思います。サガンかセレッソが藤枝に食われます、うん、あの藤枝がやると思います。これワールドカップ前にこれで本当にやったら面白いよね。疑似ワールドカップ、これコンテンツですよ。各国に出てきますよ、これランキングに基づいて。面白いですね、これゲームでやったら超面白い。いやー、そうね、ゲームでやろう、僕作ろう動画ね、面白い。そし て、 そして大爆笑開催国枠グループ A、 いよいよ A です、はい、ロシア、ロシア、アジアからサウジアラビ ア、 サウジ ア、 ラビア、エジプト、ウルグアイ、ウルグアイ、各大陸が集まりました。なんかちょっといろんな ポットのバランスが悪いですね、ここやっぱ開催国だからね。ヨーロッパ、ロシア、開催国、じゃ あ、 あの、はい、ウルグアイ逆からいきましょう。下がりますね、南米からウルグアイ、はい、大宮アルディジェ、まあウルグアイ、大宮アルディジェ、なんかそんな感じする、ね、なんか切れ味のマサボっぽい。そして次がアフリカからエジプト、エジプト、京都サンガ FC。 あ、なるほどね、なるほど、なんかこうしっくりくる。あ、でもサンガ対大宮ってなんかいいカードね、うん、そうね、忘れがちなサンガっぽい感じがエジプトっ、うん、ちょっとワクワクしますね、うん、はい。そしてアジアのサウジアラビア、サウジアラビア、これ日本のランキングに当てはめますとFC 今治、 CD な、なるほどなるほど、ね、これだから開催国枠だったりもするんで、まあ、面白い戦いになりますよね。そしてご本尊、そして、はい、その大会を引っ張ってやっぱ決勝画面で行くでしょう、うん、
ロシア。ロシア。ロシア。なんと、ホンダ 6S。入ってる。入ってる。ワールドカップに入ってるの、入ってるよ。すごい。そうやって考えるとホンダ 6SC ってすげえなって思うんだよね。本当だよね。ワールドカップ入ってるよって。本当だよね。だから開催国なんでしょ、だから。そう、開催国、だから宮崎開催よ。そうだよね、うん、もう作んなきゃいろんな箱、スタジアム。そしたらまずね、長友さんの実家のそばは食ってほしいし宮崎の自撮りもね。え、何チームあるのこれ。32ですね。32に入ってるのおかしくない。いや、入ってるよ。だってオランダも出てないし、チリも出てない。ああ、そういうことか。フィバラングだから。そう。あ、じゃあラッキーなんだ。そう。あ、そうか、上からじゃないもんね。そう。そうか、そう、だから米国に対応するところがどっか出てないはず。なるほど。あ、そっか。あ、だったら栃木の内地でもうなずけるわ。だから藤枝が出れるのに、あのマリノスは出れない。そうか、そうか、そうか、確かに確かに。確かに、そっか。ロッケンが出れないんですか。 J1 の名前なかったとこもあるもんね。ある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 。 J2 だって結構出てないでしょ今。これ面白い。これ毎回やった方がいいねこれ。だから本当に過去のワールドカップのデータも出しましょうよ。なるほど。じゃあ今度それをイベントかな、ね、あ、イベントやりましょう。これこのコンテンツパクりましょう。面白いよ。パワポで作って。そうですね。でもこんなでどうなったのか。そうそうそう。これを当時のランキングになぞらえるとどういう大会だったのか。フランス対はこれが優勝。日韓の時はこう背番号になぞらえて、あの時のロッペンは誰だったのか。まさかの水永翔がまだったかもしれない。これは面白いわ。でもホンダ 6SC はワールドカップに出てるけど、これ開催国で出てるから予選戦ってないっていう。っていうことはこれはワールドカップ2018宮崎なんですね。そう、ロシア。そう、宮崎大会なんで。まあだから毎年2月にやればいいんじゃないかな。宮崎で、ね、みんな J チーム集まるんだからね。これはホンダロックを開催国枠で、あ、じゃあ毎回出れる。毎回ワールドカップ全部宮崎の芝でやってんだからやろうぜ。でも開幕カードがさ、ホンダロック SC 対今治だよ。なんて JFL カードなんですかみたいな。ロシア対サウジアラビア。いや、これは面白いな。よく気づきましたね、これを見に見えるこれをツイッターとか。やっぱいろんな構成作家がいるね、世界中に。これは秀逸だと思ったね。いや、だって俺ナイジェリア応援しちゃいますもん。俺なんかロシア今までファンじゃなかったけど、なんかロシアホンダロックな感じがする。これはおもろいわ。いや、そうこれ貴族の遊びだよ、これ。こう喋ってる我々も今2017年の多分これ最後かな。ああ、そう、もう今年もこの放送で最後ですね。はい、来年、はい、2018年ワールドカップイヤーですよ。おお、だからいよいよ的にもね、5ヶ月間かけて、6ヶ月間かけてたっぷりちょっと代表ネタはちょくちょく喋りたい、ね、ライブをやりたいと思ってます今年は、ね、来年は、うん、やりたい。とにかくライブを人を呼んでアホみたいなのみたいな。あのリウムが誕生したのもワールドカップイヤーの2014年だから。あ、ね、そうだよ。だってこういう今ね、サボチョがパソコン出してくれてるような国旗の羅列と組み合わせを並べて覚えてます。そう、あそこの歌カラオケ館で一緒の。そうだ、カラオケボックス。そう、あれがもうちょうど4年前。あれから4年経つ。インド人が間違って入ってきちゃった時。おーおっとおっと。だからあのブラジルワールドカップ最後コロンビアで負けた、クイアバで負けたんですよ。でまたこの開幕がコロンビアと日本っていうね、この4年の輪廻をですね、理由分的にも、理由分だってあれから4年経ってんだから、はい、こんだけ成長しましたよっていうね、ことをこう、ワールドカップ近づくにつれて、ちょいちょい喋っていきたいし、ね、なんかイベントもやりたいと思うんですからね。そうですね。理由分でしかできないね、日本サッカーが。あえてワールドカップを語るっていう。やりたいね。でもこういう文脈があったら、下部リーグになぞらえるとか、日本のサッカーになぞらえるっていうのは、我々のお家芸ですから。そうね、相当面白かったんだ。すごいバズるだもん、はい、これ僕が考えたことにして。同時多発で俺が考える水爆なの。これは面白い。だからこの方もお呼びしたいですよね。あ、いいですね。いや、これなかなか素晴らしいですよ。だからこれからね、日本にいる各大使館、はい、
この31カ国の大使館に例えばアポを取ってね、いいですね、ゲストで来てもらってね、ぜひアイスランドの話を料理持ってきてもらって、ね、うん、料理食いながら、あ、そうですね、誰が一番有名ですかみたいなね、あなたが知ってる日本のサッカー選手は誰ですかみたいなね、JBL を知ってますかとかね、昔 FC 琉球にアルジェリア代表のゴールキーパーがいたように、いた日本のサッカーのこの奥深い中からこのワールドカップ32カ国のエピソードは絶対いっぱいあるはずで、こんなの絶対ね、あのスポナビもスポルティーバもやらない企画だから僕らでしかやれないでしょ、やらないね、もうちょっと独立メディアとして、ね、僕らこそがワールドカップをこう楽しむべきじゃないかって話をした、モロッコ対イランを一番楽しみる方法、そうそうそう、それは我々だけが教える、ロシア対サウジアラビアこう楽しめと、だってポルトガルスペインをね楽しむなんて普通でしょ、当たり前でしょ、 S1 のエロビデオですよ、そうでしょ、ね、S1 のエロビデオ簡単です、我々は無敵レベルを紹介するみたいな、無敵レベルは無敵レベルっていうかもうスカトロビデオですよいやだからあの、まあ、何度も言いますけどね、もうあのこう季節ネタなんで言いますけどね、ご近所はね両国の隣ですからね、我々は重量でも盛り上げたい、いやそうなんですよ、なんで大相撲進化したら重量も重量から上がっていくストーリーがあるから幕内最高優勝にもドラマがあるんだろう、そう、それはそうだ、そうでしょ、3段目があって序の口が分かるわけですから、日本サッカーとワールドカップは全部つながってますから、ね、だから期間は一つじゃないということを今後ともね、今年も来年もね、そうです、言っていきたいと、相当いい締めだね、そういうことですよね、今年もくれますから、これくれますね、多分年内最後じゃないですか、いつの間にか J3 ってなんだよみたいなところからやってるじゃないですか我々、これそうですよ、 J3 も一つのやっぱり文化になってきたと、そうなんですよね、JFL もそれぞれの進化を、JFL をもっと進化しなきゃいけない、まあそれはまた言いたいことはいっぱいあるんですが、また年明けてからもね、いろいろ発信したいので、はい、今宵はもうこの程度で、そうです、酒も回ってかなり今眠くなってきたので、後で聞いたら面白くねえから、もう気持ちよくなっちゃってるんで、ね、まあ忘年会みたいなもんだから、というわけでまた来年、来年もよろしくお願いします、来年はぐいぐいも行動で見せていきたい、参謀長はあの体調に気をつけない、そうですね、そうですね、生の皆さん同志君に会いに行きたいと思います、はい、というわけでフットボール事業の連載も2月にはまた再開いたします、ね、2月号、はい、2月号ぜひぜひ、もう今日喋っちゃったやつでいけますからね今日3本撮りですけど実は4本撮ってますから、ね、そうそう面白いですよ、この幻の4本目はフットボール企業で読んでくれっていうね、はい、何喋ったっけ、テーマ何でしたっけ、高昇降格エリジュース、なるほどなるほど、そうですね、降格するチーム、昇格するチームのことを喋ってます、そちらもお楽しみということで、楽しみにということで、2017年今年もお疲れ様でございました、ありがとうございました、我々にとっていい年でありますように、そして日本サッカー同志国にとって幸せな週末がそこにありますように、うん、ということで、そっと最後に一言お願いします、この2018年シーズン、はい、もう終わりだけれども、17年シーズン、あごめん2017年、お送りしたのは口さんちょっと大人さんもちょっとあれ、そして市のフットボール革命の指導者酔っ払い相当です、今年最後ですどうしよう君、2018年もいざ結集せよ、これは革命である、ありがとうございました。